皆さん、おはこんばんちは。ゆっくりバウです。今回も、ゆっくりしていってね。ついに、待望の新作、ポケモン、超不思議のダンジョンが、発表されましたね。私は確か、闇の探検隊まではやった気がします。私にとっては難しくて、クリア後のダンジョンを攻略できなかったんですよね。なので今回も、購入は見送ることになりそうです。それでは、対戦やっていきましょう。最初の相手は、熊井さん、北海道の方ですか。パーティーは、ブラッキー、ニンフィア、サンダース、エイフィー、ブースター、シャワーズ、ブイズパってやつですね。新王出身の2匹がいませんね、かわいそす。こちらは、こんな感じです。ネイティオには、タスキを持たせ直しました。選出ですが、まず警戒すべきは、当然サンダース。うちのメンツの誰よりも早く、全員の弱点をつけますからね。はっきり言って、ボルチェン繰り返されたら、勝てる気がしません。今回は、ボルチェン採用してないサンダースだと、信じるしかないです。そんな都合のいいサンダースなんて、いるわけないけどね。普段は、メガチルとかで対策してるからね。ってことで、サンダースの対策、かっこ笑いに、ゴーグルを連れて行きます。直気を着ているので、サンダースの攻撃を、耐えて反撃しましょう。後出てきそうなのは、シャワーズ。耐久が高い上に、霊美持ってますからね。それから、ブラッキーも出てくるような気がします。呪いや、月の光などで粘られたら、かなり厄介ですね。挑発できるポケモンを、連れてきてないのも失敗でした。このパーティー、穴ありすぎでしょ。勝つ気あるのか？こうなったら、火力の高い3体で、ゴリオス作戦でいきましょう。というわけで、残り2体は、アーケオス、ピジョットでいきます。先発は、サンダースと予想して、ゴーグルでいきます。せめて、スカーフゴーグルにすればよかったね。それでは、熊井さん、対戦よろしくお願いします。いつもの読み外し、先発は、シャワーズでしたね。やはり、霊美で来るんでしょうか。そんなもの、受けられるポケモンなんていないので、このまま行きましょうか。ブレバ打ちます。先発読み外した時点で、もう負けたも同然ですからね、反動なんて気にしません。約半分、もう一撃で、倒せますね。と、おや？お盆のみ、でしたか。うわぁ、ぬめぬめじいさんだー。先発読み外し、シャワーズすら倒せない、すでに、諦めムードです。このままゴーグルで突っ込んでも、仕方がないですね。相手は、願い事でもするんでしょうか？だとしたら、交換のチャンス。ピジョットに交換して、特殊攻撃に切り替えましょう。耐久に振ってるっぽい気がするので、最悪、霊美耐えられないかな。水タイプは、耐久高めなポケモンが多く、トリパでは、弱点をつきにくいので、実際のところ、電気タイプより苦手だったりします。つまり、水ロトム、ランターン最強ってことです。なにぃ、相手も交換だと？ B2 段階アップサンダースって、かなりヤバいんじゃないの？うおおおお、頼む、サンダースだけは。サイコそうだ、4ダースあげるからー。サンダースだけはー。誰も、来ないね。相手も、こっちがピジョットに交換するのは、予想外だったのかな？サンダースじゃないとすれば、特防が高い、ブラッキーか、ニンフィアが出てくるのかな？お、ブラッキー、ということは、サンダースは、切り札に取っておくつもりですかね。でもとりあえず、目の前のブラッキーをなんとかしないとですね。まず、メガ進化して、暴風打ってみましょうか。どれだけダメージが入るんでしょうね。あんま効かなくても、混乱するまで打ち続けてやりますけど。
え、影分身。どうやら、メガピジョットの特性を知らないか、忘れているようですね。そう、メガピジョットの特性は、ノーガード、互いの技が必ず当たります。よって、必中の暴風を繰り出せるようになります。暴風くらいしか、対応する技がないんだけどね。過去世代では、人手を焼いた影分身だが、ノーガードの前では、全く無力のものよ。無駄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 グッド、ナイス混乱。暴風の追加効果は、3割で混乱させます。グレート、自分を攻撃してくれました。よしよし、回復されてたら、面倒なことになってました。バトンタッチされて焦りましたが、あのタイミングでピジョット交換は、正解だったようですね。このまま3対2の状況に持っていけば、サンダースもなんとかできるはず。よし、希望が見えてきた。まずは、ブラッキー突破。さあ、出てこいサンダース、ボルチェンでも、雷でもかかってこいや。あれ、シャワーズ？そんな、ヌメヌメじいさんで、メガピジョットに勝てると思っているのか？それとも、また、バトンタッチで何か狙っているのでしょうか？とにかく、攻めるしか手がないので、暴風をぶつけてみましょう。相手も攻めてきた。何してくるのか読めねえ。おお、思ってたより、体力残りましたね。何はともあれ、火力でゴリ押し作戦、順調ですね。この攻撃で、シャワーズも突破。いいぞピジョット、すごいぞー、かっこいいぞー、ふうははははははは。さあラスト、サンダーダニー、AP だったのか、通りで出てこないわけですね。これだけ電気に弱いパーティーだと、逆に出しづらかったのかな。統一パーあるあるですね。とりあえず、暴風って、あとはウォーグルたちに任せときな。エクセレント、すげえ、ピジョット、今回の主役だからって、張り切りすぎでしょ。しかも自害した。これが、メガ進化の力。よし行け、メガピジョット、とどめの暴風だ。強靭、無敵、最強。粉砕、玉砕、大喝采。AP を撃破。はははは、ああああはは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 。それでは、熊井さん、対戦ありがとうございました。続いての相手は、和也さん、ですね。勝った方が正義、では、私の正義を証明してみせましょう。パーティーは、ヘラクロス、カバルドン、ウォッシュロトム、ナットレイ、ボーマンダ、ヒードラン、です。これは、和也さんの方が正義ですね。きっとそうに違いない。ではこちらは、悪なりに、あがいてみましょうか。選出を、決めていきましょう。まずは、いつものウォッシュロトム、こいつは絶対出てくるでしょうね。ということで、家電クラッシャー、アーケオスは、連れて行きましょう。メガ進化枠は、ヘラクロス、ボーマンダ。さすがに、ヘラクロスは来ないでしょうけど、ファイアローを連れてきてない時に、ロックブラスト打ちに来たことがあったので、油断大敵です。メガ進化ポケモンの相手は、こちらも、メガ進化で対抗しましょう。目には目を、メガには目顔です。というわけで、ピジョットを連れていきます。メガ進化すれば、メガボーマンダより早く動けますからね。そして厄介なのが、ヒードラン、鋼対策に用意している熱風も、ヒードランの餌になってしまいます。生半可な攻撃じゃ、身代わりも壊せませんからね。なので、最後の一体は、弱点タイプの、ペリッパーでいきましょうか。カバルドン対策にもなるしね。相手の先発は、ロトムが来るでしょう。こちらは当然、アーケオスを先頭にします。ステロ打つために、カバルドンが先発の時もありますが、その時は、ペリッパーに交代しましょう。それでは、カズヤさん、対戦よろしくお願いします。相手の威嚇から、バトルスタート。
自分の先発予想の的中率に、逆に自信が持ててきた。相手の先発は、ボーマンダでしたか。こだわりもろはなら、威嚇込みでも、メガボーマンダは倒せます。しかし、弱気は発動するので、ロトムが倒せなくなってしまいます。ピジュットとペリッパーでは、水ロトムの突破は困難なので、ここでもろはを打つわけにはいきません。メガボーマンダを倒せるかどうかは自信がありませんが、ストーンエッジを打ちたいと思います。やはりメガ進化、ヘラクロスはやっぱり来ないみたいですね。ああ、やっぱり、エッジじゃ無理だったか。で、ドクドク、耐久型、とにかく、これはラッキーです。ロトムを突破するチャンスを、残してくれましたね。相手のボーマンダが、HB 耐久型なら、アーケオスの方がまだ早いのでしょうかね。だったら、もう一発ストーンエッジを打ちたいですが、交換とかしてくるのかな？相手の残り2体は、ロトムとヒードランだと思いますが、どっちが出てきても、無償でストーンエッジ入るんなら、交換してほしいくらいですね。では、このまま居座って、もう一発ストーンエッジで攻撃しましょうか。うげ、羽休め、最速だったのか。ってことで後で調べたら、最速毒羽型ってのがいるみたいですね。ボーマンダなんかのより、アーケオスの羽休ませてやりたい。飛行が消えて、エッジも倒壊、ギリギリこっちの方が赤字ですね。さて、相手のが早いのなら、攻撃しても、また羽休めで耐えられてと、いたちごっこになりますね。弱気が発動する前に、一旦下がりましょうか。また羽休めをしてくると思うので、ここが交換のチャンスだと思います。ピジュットに、行ってきてもらいましょう。よし羽休め、無事に無償降臨できました。交換読まれて、有米でもされてたら、やばかったです。さて、メガにはメガをということで、こちらもメガ進化して戦いましょう。しかし、メガ進化しても、このターンの素早さは、進化前の数値を参照するので、メガボーマンダを追い越すことはできません。というわけで、このターンは、守るをして、時間稼ぎをしましょうか。6世代から、ピジュットの素早さ種族値が、101になったけど、肝心のガブリアスを抜けてないんだよね。ゲイフリは、どんだけガブリアス大好きなんだよ。マスダー。ピジュットにメガ進化くれて、ありがとうございます。これからもポケモンと、ゲームフリークのさらなる進化を、期待しています。捨てにタックル、アーケオスがこれ食らってたら、やばかった。この対面、発売前の PV を思い出すね。ピジュットのシーンだけ繰り返し見てました。無事に相手の攻撃をかわし、素早さも逆転できました。反撃と行きましょう。覚醒したピジュットの力、目覚めるパワー。ふふふ、メガ進化することで、ガブリアスや、メガボーマンダを、ラン1で倒すことができます。ラン1で倒すことができます。大事なことなので、二度言いました。さあ、現れたのは、ヒードラン。ピジュットの技は、どれも今一つで、有効打がありませんが、ここで引いたら、美味しく身代わりされてしまいます。なのでここは、暴風で強引に攻めていきます。混乱しろー。これ、4分の1削れてますか？お、HP がオレンジになったということは、ギリギリ身代わりを壊すことができますね。しかし、乱数によっては、落とせない可能性もありますね。身代わりを、連発してくるとは思えないので、このまま居座って、ひたすら暴風を打ち込もうと思います。ハイパーボイス覚えてくれたら、嬉しいですけど、ピジュットは、せいぜい騒ぐしかできないんですよね。またドクドク、どうやら相手は、耐久型が好きみたいですね。身代わり人形を盾にして、後ろで食べ残しを貪り、じわじわと相手の体力を削る。それが貴様の正義か。一旦が長えよ、喋ることがないんだよー。ぜーはー、ぜーはー。は、すみません、取り乱しました、鳥だけに。
さて、相手のヒードラン、守るは覚えてるのでしょうか。覚えていたら、一度守って、食べ残しと毒毒の、ターン稼ぎをしたいところだと思いますが。守るなら、交換のチャンス。しかし身代わりなら、このターンを無駄にしてしまいます。さて、どっちにしましょうか。自分なら、身代わり状態で、守るを使いたいと思います。それプラス、守るを覚えていない可能性。身代わりにかけて、このまま攻撃します。よし、守るはなし。混乱でもしてくれたら、嬉しいんだけど、チラ、チラ。まあ、そうだよね。さっきの試合で、張り切りすぎたんだよ。さて、少しずつですが、確実に体力は削れてますね。タイミングがあったら、なんとか交換しようと思ってましたが、その必要はないみたいです。ここは余計な隙を与えてはいけませんね。守る仕様が、このままガンガン行きましょう。おや、守らなかった。どうやら、守るは切ってるみたいですね。技スペもったいないしね。よし、身代わりもちゃんと消えた。原始の力、洒落た技を覚えてますね。だがしかし、メガピジョットを仕留めるには、パワーが足りないようですね。でも、原始の力を打たれると、ちょっとドキドキしますよね。ドキドキというか、ビクビクします。さて、体力も、ギリギリ残してくれました。最後の仕事に、このヒードランを吹き飛ばしてもらいましょう。よし、時間がかかりましたが、ヒードランも突破です。そして、毒ダメージで、ピジョットもダウン。しかし、よくやった、ピジョット、お疲れ様。ピジョットのおかげで、2対1、圧倒的有利。こちらは、まだまだ強気のアーケオスを出します。さあ、相手のラストは？当然、ロトムですよね。皆さん、第4話の復習です。ここで打つ技は当然。そう、モロハの頭突きです。この、安心感のある一撃、さすがアーケオス。いつもいい仕事してくれます。それでは、カズヤさん、対戦ありがとうございました。これで、私が正義だー。ふぅはは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 。それでは、今回活躍した、ピジョットを紹介します。この子は、シンプルな最速アタッカーです。XY から、素早さ種族値が、101にスピードアップ、突撃必須のタイプ変更など、一応、同タイプポケモンとの差別化は、できるようになっていました。しかし、今作でついに、メガ進化が可能になり、大幅なパワーアップを果たしました。素早さは、レイジュートルネロスと同じ、121、メガボーマンダより、1早く、月光ガより、1遅い。月光ガを抜けないのが、ちょっともどかしいですね。技構成は、メイン技の暴風と熱風、そして、目覚めるパワー、守るになっています。メガとタイプは氷、ボーマンダより早いことを活かしての、ベタな選択ですが、耐久無振りの、メガボーマンダとガブリアスを、乱数一発にしか持っていけないので注意してください。メガパは他にも、草、電気、鳥統一なら、地面も選択肢に入るかもしれないですね。守るは、ただの時間稼ぎです。オウム返しとのコンボが有名ですが、使いこなせなかったので、採用していません。てか、この子を使ってて、オウム返し覚えてたらなぁ。っていう状況は、一撃必殺パと当たった時しかないので、無理に採用しない方が、強いと思ってます。結局、メガピジョットの強みは、ノーガードによる必中暴風。命中70の技が、いくら打っても必ず当たるのは、かなり気持ちいいですよ。さて、取り使いを目指すゆっくり実況、第6話、いかがでしたでしょうか。あんまり気にする人はいないと思うけど、この調子でいくと、動画を投稿するペースが、どんどん遅くなります。ぶっちゃけ、自己満足のためのものなので、満足したら、いきなり失踪するかもしれないです。とりあえず、ゆっくり待っていってね。あと、Twitter もやってます。基本無口なので、皆さんの TL の邪魔にはならないので、ぜひフォローしてね。では、
最後まで見ていただき、ありがとうございます。この動画では、質問や、感想など、どんなコメントも大募集してます。それでは、ご視聴、ありがとうございました。